1年に1回訪れる村民の最大の楽しみ、それがどぶろく祭りです。その名の通り、おみきとして仕込んだどぶろくを住民だけでなく、久しぶりに帰ってきた親戚、観光客、みんなで味わうのです。白川郷学園の生徒に祭りについて聞いてみましょう。その毎年飲むたびに味が違うっていうのと、各地区で味の違うどぶろくを作るっていうのは、僕たちが思うというふうに思います。自前は各地区ごとの振り付けやテンポの違いがあります。これらの各地区ごとの振り付けやテンポの違いは見ていて楽しいです。民謡は地区ごとに振り付けが違います。それぞれの曲に手踊りと傘踊りがあります。どぶろくの振る舞いをしながら、昼に民謡を見たり、夜の舞台の前にも民謡があって見たり楽しみます。次はぜひ祭りに合わせてお越しいただき、村民と一緒に来年も無事に1年過ごせるよう祈願してみてはいかがでしょうか。